武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは東京外国大学の英語の勉強について話していきたいと思います。こちらですが、時間が150分、でリスニングの試験があります。で、題問は6個なんですが、3つが筆記のみ、要はリスニングが絡まない形で、もう半分が、リスニングが関わる、リスニングで回答する問題とリスニングの内容を踏まえて自分で書く問題という形になっています。ただ、リスニングの時間が30分程度なんですが、それプラス、とても長い英作文を書く必要があるので、実際、リスニングが絡んだ問題に対しての使う時間は1時間を全然超えてくる、形式となっています。で、問題の構成として、最初の題問 1,2,3 がリスニングない問題なんですが、こちらが第1問が、記述問題、日本語での説明問題、がだいたい数十字から100字いかない、たまに超えるかなぐらいの、問題の構成になってて、第2問、第3問は基本選択問題、となっています。なので、第2問、第3問をどれだけ早く解くかが結構、重要になってくるかなと思います。で、リスニングも、事前にちょっと文章を読んでおかないと、いけない、構成となっています。というのも、第4問、第5問に関しては基本的に1回しか読まれません。なので、先に情報をさらっておかないと、いきなり1回で聞き逃したっていうのが起こると非常に怖いので、これはちゃんと過去問など練習しておいてほしいんですが、情報の集め方をしっかり勉強しておくようにしてください。で、第6問、こちらがですね、非常に長い英作文を書くものなんですが、要約問題と意見論述問題という形になっているので、どちらもしっかり練習しないとまず書けない内容となっています。なので、基本、対策としてやっていくこととしては、日本語説明なので、要約練習とリスニング、あとは自由英作文ですね、こちらをしっかりやっておくという形になります。なので、ルートそのものに関してはまず、通常通り総計レベル、終わっていれば十分とで、単語とか文法に関しては正直あまり優先度は高くないかなと思いますので、最悪、ポレポレと長文だけやっておくというだけでも、ありかなというふうには思います。ただ、要約練習、こちらは、英語長文問題精選ですね、あちらでしっかりやっておく。で、英作文は、自由英作文、できればいいんですけど、和文英訳からやっておく必要があるので、英作文ハイパートレーニングの和文英訳編と自由英作文編、この両者をやっておいて、あとはここの過去問を片っ端からやっておくと。できるだけ何回も書いて、形式に慣れておいた方がいいかなと。リスニング聞いた後書くっていう、形なので、それがちょっとやっぱり独特なので、その形に慣れておく必要があるかな。で、リスニングに関しては、やはりセンターレベルのリスニング、からしっかりやって、プラスキムタツなどの、難易度高いリスニング、しっかりやって、あとは過去問徹底的にやっておくと。で、第6問は2回読まれて、第4、5問は1回しか読まれないっていう、構成もちょっとね、変わってますので、それに合わせてしっかり、対策をしておきましょう。で、ここに関してはやはり記述能力がいかに、あるか、特に、第6問の記述に関しては、そもそも回答欄をちゃんと埋めるだけの、内容を書いて、それを減点されないように、仕上げておくこと自体が非常に難易度高いんで、過去問とそれに合わせた形式でのやり込みっていうのが、非常に重要になってきます。で、基礎力自体は、センターでかなり、取れるようになっていると思いますし、で、他の業界に関しても基本ここは英語と社会の試験にはなりますので、英語にかなり時間を使えるはずで、社会の難易度はそこまで高くないので、なので、英語に全力をやるっていう時に、ただその時に力を傾ける方向として、記述力、論述力っていう部分にしっかり力を向けてやっておくことを心がけてください。で、第2問、第3問の選択の問題に関しては、できるだけ早く正確に解くのが重要になってきますので、ここら辺はですね、解く時間も意識してやるように心がけてください。以上が東京外国大学の英語の勉強となります。